2x3D, developed by the Shirai Lab at the Kanagawa Institute of Technology, is a system that lets the same screen be viewed simultaneously by people who want to watch it in 2D and 3D. Whereas conventional passive 3D systems use polarizing filters for both the left and right eyes, this system uses a special picture generating algorithm. Pictures for the left eye can be seen with the naked eye, and only pictures for the right eye need to be viewed through a polarizing filter. 以前はどういうものだったのかというと、このように二重像が見えてしまうんですね。で、メガネを外した状態で二重像が見えてしまうということを、リアルタイムの GPU を使った演算を使って、このように見えなくするという方法をとっています。アプリケーションはいくつかありまして、分かりやすい例ですと、このような多言語という使い方があります。例えば私がプレゼンテーションを日本語でやっているんだけれども、画像自体は英語になっていると。大事なのはやはり同じスクリーンをみんなが見れる、そしてメガネをかけてない人に対しての情報とメガネをかけている人の情報が分けられるということですね。ハードウェアとしては普通のプロジェクターが2台並んでいまして、立体視ができる構成にほぼ同じ構成になっています。複数の映像を投影すると、普通はこのようにですね、両方の映像が見えてしまうという状態です。でフィルターを通せば先ほどの片側の映像は見れます。でもう一方の映像は、こういった映像にしたいわけですけれども、まずそれをですね、最初の映像をキャンセルするために、例えばこのオレンジ色の部分に対して青い映像を載せてあげます。そうすると、白っぽくなります。そしてこのキャンセルしたところに、これから載せたいこの映像というものを合成したものを出すことで、最終的にはこのような隠蔽映像というものが実現できます。簡単にその反対の色をと言いましたけれども、そんな簡単にはできませんので、そこは技術があります。で、そして重ねることによってですね、コントラストが落ちます。半分のコントラストに落ちますので、これは弱点だと思います。ところがですね、いわゆるシャッター方式に比べて画質はですね、落ちませんし、解像度も落ちません。で色に関してはですね、現在のシネマ用のプロジェクターですと12ビット出せるものとかどんどん出てきます。色の深いもの、もしくはプロジェクターを台数を増やすということで画質はですね、すぐに上げられますので、見込みの良い方法だと思います。